皆さんこんにちは、トルコ在住の野中郁美です。今日はね、アンタリアあいにくの雨なんですけれども、ちょっと仕事があって土曜日なんですけれども出勤してきています。で、朝ごはんね、ちょっと今日は食べ損ねましたので、近くのパン屋さんでパンを買って朝ごはん代わりにしたいと思います。ここ本当に店からね、近いところにあるんですけど、ヘプスジャクシミットっていう看板が立ってますね。全部あったかいシミットです。もう焼きたてのシミットを提供しているお店です。あ、すごい、もうね、いいパンの香りがしてます。中に入りたいと思います。ユナイドゥーロシアドゥースオシブドゥーナスヌーステセクレデリスサオドゥーロシアドゥースエイダー。朝早いんでね、焼きたてのパンがいろいろ並んでいます。このようにね、もうここでね、作ってるんですね。こちらに焼きたてシミット、これもトルコのね、朝食にはおなじみです。でこちらにもアチュマですね。これアチュマで、このあたりがね、ポワチャって言い方しますね。それからこれピザパン、シュネリプパタテスリムルンダルゼイティン、ゼイティン、これね、オリーブ入りのパンですね。オリーブ入りのパンってなかなか日本だとね、聞かないかと思うんですけど、オリーブ入りがあります。で、あとはね、パタテスとかチーズとかいろいろあります。だいたいね、ゼイティンかチーズですね。それからカシャール、あのとろけるチーズですよね。あとチョコレート入りとかもね、時々あります。でこちらにはこのようにこうハンバーガーとかこうサンドイッチ、これソークサンドイッチって言い方するんですね。冷たいサンドイッチ、こんなものがあります。はい、早速買いました。いろいろ買ったんで後でお見せしますね。これだけです。今日は4人分8個9個かな9個買いました。はい、買ってきました。どんなものがあるかっていうと、こうこれですね。これなんか、あったかい、これオリーブで、これがパタテス、あ、これもオリーブね。で、こっちがチーズ入ってるってかな。あ、これも全部あったかい。あ、ほかほか、今急いで食べたらいいかも。あとこちら、私はね、これチョコレート入りですね。あとこれピザパンで、シミット、これがね、あのポテトが入ってるパンですね。はい、買ってきましたので、朝食取りたいと思います。じゃあいただきます。皆さんもどうぞ。今日はね、ケンケンとジェンギズとイルファンが来てます。ムスジャック、ムンダスジャック、スプーンをください。何ください？スプーン、スプーン。で、だいたいね、朝ごはんはね、みんなのチャイなんですけど、私はなんかもうちょっと習慣ですいません。これインスタントコーヒーです。これね、ポテト入り、こんな、これピザ、ピザパンです。もうちょっとオーブンで温めたらいいかもしれないけど、このままいただいちゃいます。これゼイティンリー、ゼイティンってオリーブなんですけど、どんな風に入ってるかっていうと、ほら、こんな風に、はい、もうちぎっちゃってね。これね、あのじゃがいもを潰して、はい、入れてあるんですね。これ結構美味しいです。なんか焼きたてであったかい、うん、これね、すいません、ちょっとかじっちゃったんだけど先に。これピザパン、ソーセージとトマトとピーマンで、あとチーズですよね。これお惣菜パンなんだけど、まあ、あの味としては結構好きです。で、これがね、オリーブ入り、ほら、こんな風にオリーブの実がもうそのまんま、まあ、カットしてありますけど入ってます。もちろん種はね、抜いてあります。このパンとオリーブの組み合わせっていうのはトルコの朝食の基本なんで最高です。でもこんな風にね、外に出ちゃうとなかなかあのチーズとかオリーブとかトマトとか切って揃えたりとかって難しいので、もうこんな感じであのパン屋さんで売ってる、もう早朝から皆さん焼きたて出してきてくれますので、パンを買ってチャイとね、済ませる方も多いです。イルファンセンカフワートゲネルでネイヨースサバッタリサバッシルネフ
やにエフデイミョンスエフデイミョン石かつんばするよ8.30'da başladı. Gücü olduğum için biraz evde kahvaltı yapamıyorum, uyku bölümü. Bazen de çorba içiyorum orada mesela. Sabah? Ya da sabahleyin. Çorba? Evet. Getto içinde var, yiyecek yiyor. Kantin diyor. Var. Kantin. Evet, orada, evet. Orada çorba içiyorsun. Çorba var, şey var orada, simit, poğaça, buradaki gibi zeytinli. Yani onlar da idare ediyorsun. Onlar var, evet. Çayla beraber. Çayla beraber. Yani en çok kahvaltıda ne yemeği seversin? Dışarıda simit seviyorum ben. Simit? Evet. スミットディーザマン、これね、皆さんご存知のスミット。こっちがちょっと硬いんですね。これ普通の。これがちょっと柔らかいミルク入り、牛乳が入ってる生地で作ってあります。でスミットね、イルファンが食べてるのはこれ、スミット。ええ、ええ、このシェア。そんで、ジェンギーズはカフワートのネイヨース。Zeytin, peynir, varsa bal, kışın tahin pekmez. Tahin pekmez, seviyor musun?Evet. Ne fayda onlar? Enerji veriyor. Neydi? Kansızlığı gideriyor. Hmm. Yani kışın sabah... yenmesi gerekiyor. Vücudu sıcak tutuyor. Dinç tutuyor. Şimdi senin okula giden çocuklar var. İki tane. Sabah beraber mi kahvaltı alıyorsunuz? Maalesef onlar sabah kahvaltıyı pek sevmiyor. Evet. Ama zorla da olsa bir şeyler yediriyoruz. Tabii yemeden olmadı. Evet. Aç gitti. Yumurta açlıyoruz. Yumurta yiyorlar. Böyle poğaça alma imkan yok. Evin etrafta. Çok yakında fırınınız yok galiba. Evet yok. Giderken okul tarafında var. İşte bazen denk gelirse okula giderken poğaça alıyorum onları. Hmm. Çocuklar pekala bu poğaça simit tarzını sever mi? Evet seviyorlar. Ne seviyor? Hangisini seviyor? Genelde patatesli, çikolatalı ve kaşarlı. Ha çikolatalı ben de severim. Kenken wa Turku'ni kite keko tatsu kedo. Çoşuk wa itsumo nani o taberu no? Kimatteru mono wa nai kedo warito tekitou de. 夜から残ったものとか自分で、あの日本のご飯とか作ったりとかして食べてるってこと、うん、白米と味噌汁とか、うん、甘い卵甘い卵とか、うん、そういう、まあ、日本風の朝食も作るってことね、うん、そうそうでもしそれが作れない場合とかもあるじゃんそういう時はこういったあのポワチャ買ったりとかシミト買ったりとかその時はね外に行ったりとかにする時には、うん、まあやっぱりポワチャとかブレキとか、うん、あブレキね、うん、まあ普通に定番だけどシミとかシミとあとチョルバとかも、うん、スープもねそうねスープ屋もんってトルコでは24時間空いてるの多いからそうだよね、うん、あれ朝早くから空いてるから結構助かるよね、うん、そうねそんなん食べてるんだ、うん、じゃあこういうのってどうパンとお茶だけとかまあ、あの一応なんか惣菜パンみたいなのもあるけども、うん、意外とこうシンプルにパンじゃないトルコのパンってどう思う、まあ、トルコ人のパンって日本人の白米みたいなもんだからさ、うん、多分何でも合うわけじゃんパン自体がすごく美味しいよね、うん、あの、うん、あのトルコのパンってあの日本人の感覚から見ても多分美味しいって感じるパンが多いと思うんですよ高級食パンじゃなくてもパン自体すごく美味しいまあ大体そんな外れないかなってまずいパンってあんまりないかもしれないまあでも朝食にはねあとこういったものだと本当にパッとちょっとパン屋さん寄ってって買ってって食べたりとか職場にね持ってって朝ごはん食べてない人は、まあ、トルコの職場結構緩いんでそこでパッと食べちゃったりとかっていうのもできるし学生なんか特にそうだよねあのだよね自分でなかなか作れない子もいるしお金の制限もあるから、うん、安めに食べれるし学生は結構お世話になってると思うこういうパンにそうだよねパン、うん、だってこれ今いくら10リラぐらいかな多分多くて10リラぐらい10リラってつまり50円ぐらいだと思うねまあ50円から高いもんで、まあ、100円のものとかあるけどこのピザパンとか大体100円なんですよあの日本もね小麦粉の値上げとかいろいろ経費の値上げでパンも高くなってるけどもトルコもかなり上がったんですね今回ねまだ皆さんが買えるような値段なのであの庶民の人たちは本当に愛用してるというか愛食している状態ですこれねシミットねさっき言ったあのスットルっていうミルク入りのシミットこれ柔らかいですねこれは本当柔らかいでもこのごま好きな人とかいいかもあとこっちはこれ普通のシミットねこれゲベレッキみたいであるけんゲブレッキねでめきいやね、シェイクくつるくつるちょっと日本語で言うとなんだろうパリパリっていうのかなこれ硬いんですけどあの噛み締めるとねすごくこう味わい深い味がしますうん、上のペクメンスあるのペクメンスでさっき説明してたのがあのブドウ液、まあ、煮詰めたものですねそれペクメズっていうんですけど、まあ、それを塗ってからオーブンに入れて焼いてるのがまあ特徴なんだそうですごちそうさまでした今日はここまでですよかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますでは次回お会いする時までさようなら